やれないことはない、やれないことはないですね、うん、なんか面白いビッグマッチができるなら、うん、それこそ堀口選手がプロ野球に転向した時の気持ちはどうだったんですか。なんかでしょうねって感じ。堀口選手絶対フライ級でしょ。もともとフライだからね。そうですよね、入試でフライでやってて日本に、まあ、ライジンに出ることになってから上げてバンタムでっていうところだったんで、やっぱりベラトールっていうか海外アメリカに戻るとやっぱりあのちっちゃいじゃないですか、教授って手足も短いし、まあ、だからそもそもがもうフライで十分、フライで十分っていうかフライでじゃないとあの身長と手足の長さだって、まあ、勝ったからあれだけどダリオン・コールドウェルとやるんだよ。もうだってもうだいぶ2階級ぐらい違うような感じ、うん、とんでもないことをしてたんですよ。だからそういうことだよね。すごいっすよね。すごい自分適正階級じゃない階級で、うん、あの2団体制覇してますからね、うん、そうすごい、すごいですよ。だからフライ級でどんだけいくか楽しみですよ。楽しみだね、うん、